ちょっと、節分当日にヒエヒエになった牛見でごわす。いやー、ヒットもありますね。まあ、一応前まで活動していた毛玉さんに代理ツイートをしてもらっているので、まあ、あれなんですけども。まあ、それはいいとして、全ネタになったのでいいですけども。今回は2023年2月2日に7周年を迎えた、ショッパンのギャラリーサムシングさんで、撮影したイラストを紹介したいと思います。周年記念ですね。今回紹介するのは一つですけども、過去に撮影したイラストというか、4年前の2019年に撮影した鹿児島ユナイテッド FC のファンアート的なイラストだと思うんですけども、まあ、こちらのイラストはマムネムコさんという鹿児島のイラストレーターの方が描かれたものですけども、まあ、このチャンネルではおなじみですね。まあ、最近ジャンボモチー平田屋コラボ T シャツのイラストも描かれているのを紹介した方なんですけども、まあ、この方が描かれた鹿児島ユナイテッド FC さんの、まあ、ユニフォームを着た女の子を見てですね、あー、サポーターになろうかなって思ったくらいなんですけどもね。